はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね。なんじゃこりゃ。不具合のお詫び。いや、お詫びはありません。不具合だけということで、何なのこれ。特殊能力の5期ということで、追加された不動産に関する不具合。お、お詫びありますね。100ポイントということで、これは、また微妙っすね。また微妙な修正入りましたよ。そんなことよりですね、僕の現在の状況なんですけども、白虎に勝った回数39回まで来ました。いや、全然昨日から進んでねえじゃねえか。当たり前です。僕はね、白虎に対する特攻を持っていないので、1日1回ぐらいしか倒せません。普通にやってもね、おかしいんですよ。ただですね、この蒼龍の方は特攻を持ってるんで、一応ね10回まで倒して、強敵のねギバーンも倒すことができました。ギバーンはですね、結構トリプルゼータの割に落ちるんですよ。最初の1体は全然落ちなかったんだけど、2体目以降ですね、結構順調にポロポロ落ちてくれて、経験値玉かギバーンかっていうぐらいのね確率で落ちています。なので今ですね、技レベル5まで上げることができました。この調子でいけば、なんとかイベント終わるまでには限界突破いけるかな。ちょっとね、途中秘伝書入れちゃうかもしれませんけども、まあなんとかいけるかなというね感触はあります。今日はですね、この無料配布された10連妖魔将棋コイン、そしてこのね大王軍コイン、蛇王軍コインでですね、持っていないキャラ、そして特攻キャラ、もしくはトリプルゼータのね限界突破をね狙っていこうかなと思います。まずはこの10連妖魔将棋コインからいきます。10連妖魔将棋コインの中身なんですけども、結構えぐいです。トリプルゼータのね、スザク、ツクヨミ、リンレ、さらには闇エンマ、こんなとこから出るのかいってね入っちゃってます。そしてダブルゼータもねずらっとあります。そして僕が一番今欲しいのはこの大王軍幻獣スザク。だからさ、白虎倒せねえっちゅってんだろ。だから僕の中ではこのスザクをですね、なんとか引きたい。まあもちろんですね、トリプルゼータの限界突破もありかなと思います。その他のキャラは大体ね持ってるんじゃないかなと思います。なのでちょっと今日はね、このガチャから10連で神引きできるのかいきます。さあ来てほしい。さあ本当ね、白虎特攻なしはどうなのって思うけどね。お願いします。うわって構図の道、来たぜ来たぜ。金の株はしかし一つ、めちゃくちゃ厳しい。なんかね、10連コインからね、僕はねなかなかランクの高いキャラが出た覚えてがありません。アイテム率は高いんだよね。さあ頼むぜ。さあ止まったら新キャラ、どうなのどうなの、夢を見させてくれよ。このね配布コインってさ、確率書いてないんで微妙なんですよね。さあできれば将棋キャラ、オルシャステイオン。ド S ランクというか、将棋キャラ自体出てねえじゃねえか。さあどうなの、皆さんこの10連コイン回しましたか。これでさ、どうなの、ダブルゼータ以上出た人いんのかな。いたらね、ちょっとコメント欄で教えてほしいなと思います。いやいや、まだ終わりません。この蛇王軍コインがねあります。大王軍コインはですね、なんと大王格魚つくよみトリプルゼータが出る、そしてダブルゼータも強キャラ入っています。今回の大王王将エンマも入っています。そしてここにも大王軍幻獣スザクが入っている、ということはちょっとワンチャンあるんじゃないの。さあ大王軍コイン出るかもしれないって、かもしれない、いらないよね。さあ来てほしい、オルシャス。うわー、ちょっとゴールドのミスパーキンカップからのこれはでしょ、トリプル、いや違うと、 SSS ランクの大王軍 D-REX ということで、でもこれはさ、まあどちらかといったら当たりなんじゃないでしょうか。さあ技レベル上げていきます。さあそして
蛇王軍コイン、こちらもやばいです。金賞、スザク、銀賞、リンネ入ってます。そしてダブルゼータの強いキャラが揃って入っている。そしてこのランク Z のねキャラも入っています。ただ僕は大体持ってますね。ここは特攻キャラ、新キャラ、幻獣系入ってないのかよっていう気がしますけども、ちょっとね回してみましょうか。さあ来てほしい、お願いします。昇天したい。うわっ、赤ミス回、赤回、赤回でて S ランクのカラス天狗ということで微妙っすね。さあ皆さんはね、今回の配布コイン何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。これでも本当に入ってんの、当たり入ってんの、ちょっとさ YouTuber の人とかやってほしいよね。この全部でも全部回してみたらできないからね、このガチャに関してはね。さあ今日はねイベント攻略の方を進めていきたいなと思います。それではイベント攻略やっていきます。もちろんこのステージ、ギバーンのステージ、今ですね僕は実はこんなパーティーでやっています。さあまずはねこの幻獣双竜ですねゲットしました。そしてサポートとして剣を使っていきます。こちら全消し&デカプニの技ゲージを置く貯める。そして必殺お坊ちゃま、友達んこで敵を懐かせる。多分これを使っているのは僕ぐらいなもんでしょう。そして不動明王ガチャからゲットしました。せっかくゲットしたので使っていきましょうか。まあ強いけどね、特攻としてね、特殊能力もあります。そしてメインアタッカーは闇エンマですね。今プラス7です。むちゃむちゃ強いです。 G は3です。そしてこのスキルが強力だよね。変身スキルも非常にね使いやすいです。さあこんなパーティーでいきます。パワーの封印は全て終わっています。さあこれでですねまず剣を貯めます。そしてデカプニ作ります。まあ、結構ですねこのデカプニの技ゲージを多く貯める系をねトリガーとして使って、まあ、攻略している人多いんじゃないでしょうか。さあ鉱物与えます。何気にフルーツ好きかい。さあそして剣王でデカプニの技ゲージを多く貯めるからの、まずは最強夏季の友達インクをかける。そしてアタッカー闇エンマ、これでいっちゃいますね。強いんです。おっと来たぜ、友達んこ最強夏希、ギバーンもびっくりですよ。さあこれで結構ねサクサク落ちています。今技レベル5です。もうすぐ6にかかります。もしくはアイテム狙いであればアイテムドロー率アップの最強ワルニャ10突です。こちら使っていきましょうか。さあこれで残りのパーティーは先ほどと同じです。この剣王をトリガーにしてデカプに作っておきます。さあ今回ですね将棋のねこのウォッチを使ってやると実はこの闇エンマでワンパンできるんですね。おっと技ゲージ吸収されやがった。冷静にいきます。そしてまずはワールニャンかけます。そしてさあ鉱物与えます。さあメインアタッカーの闇エンマいきましたね。96万。おっとアイテム先ほど上げたやつが帰ってきただけという話はありますけども、アイテムドロー率アップですよ。さあそれではですね星集めやっていきます。こちら一度に20分以上をつなぐ、これ意外と難しい。さあこんなパーティーでいきます。大王王将エンマですね、今プラス3と2、デカプニを4つ作り周囲を消す、これが非常に使いやすい。ダブルゼータのデカプニ作る系復活変身スキルあります。そしてカイラですね、プラス3と2、攻撃力アッププラスデカプニを作る、このキャラもね非常に強いキャラ変身スキルがあります。
そして今回使うのはこちら佐護城ですね。こちらがですねスキルでつながりやすくなるということで、まあ、非常にね使いやすい、こういうミッションの時にはねもってこいかなと思います。そして各地ステージでゲットできる鬼食いアマテラスですね。こちらはスキルで復活があります。ワンチャンあります。もちろん変身スキルもあります。いきましょうか。さあこの銀将輪廻のステージは何気に3体ステージで結構ね難しいというか骨があるステージです。ただこのね佐護城を使ってやると、まあ、スキルレベル1なんだけどもそれでも十分効果はね体感できるかなと思います。つながりやすくなる。今回はですねクリア報酬というかね僧侶倒した報酬でももらえるよね。これはですね結構使えるキャラかなと思います。だからこの佐護城を盤面多く残すような感じでまずは消していって佐護城一気につなげます。このプニがねちょっと離れていてもつながってしまうんです。そしてこれで20分以上いったんじゃないの。さああとはねアタッカー打っていきます。エンマ強いよね。そしてデカプニ作るからの佐護城もね意外と強いんです。10万ダメージ超えるからね。そしてデカプニ作りつつ鬼食いいきましたね。鬼食いもね9万8000ダメージ強いです。さあこれでなんとかね星集めいきましたね。